の大間抜けか指輪をわらわは,はサフィール・マーサ水の指輪の君じゃ今この時より貴様を我が夫としてやろうサフィール・マーサの声を担当させていただいております角クアイですはじめまして、えー、テレビアニメ 結婚指輪物語の放送開始までキャスト陣が毎日連続でお届けするカウントダウンボイス企画今回は4回目となっております結婚指輪物語原作漫画がございましてもうお読みの方もいらっしゃるかなと思いますけれども絵がもうとにかく綺麗でそして作品の内容的にはまあ主人公の男の子がいましてその子が どん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 周りに女の子を増やしていくんですけれどもそれぞれの姫がいてですねそのうちの一人の姫を担当させていただいているんですけれどもなんと結構出番が後ろかもしれませんなので1話1話大切に見ていただいて「あさフィール来た!」って思っていただければ嬉しいななんて思いますはいーちょっとめくります。 そうですねテレビアニメ「結婚指輪物語」の放送まであと4日に迫っておりますのでぜひ楽しみにお待ちいただいてお住みの地域いろいろ放送情報放送時間配信時間異なっておると思いますのでご確認いただければと思います明日のカウントダウンもぜひありますのでボイスチェックしてください明日はウェーン放送お楽しみにですよろしくお願いします 書く前でした。ありがとうございました。皆さん、お元気でお過ごしください。失礼します。